先ほど国民体育大会における自衛隊協力に関わる協定書調印および覚書交換式をやりました。スポーツ祭東京2020年まであと71日です。そして2020年東京オリンピック・パラリンピックの招致の決定までちょうどあと50日となりました。さて今日の会見の本題に入りますが、山形県では大雨による土砂崩れによって今なお多くの人たちが孤立しております。また今週中国地方などでも大雨による被害者が出ている状況で、被害に遭われた方に対しお見舞い申し上げます。一方関東地方の山沿いでは例年に比べ降雨量が極端に少なく、利根川上流のダムの貯水量が減少しております。現在ちょうど今14時から国と1都 5県、1都5県で構成される利根川水系渇水対策連絡協議会が開かれておりまして、これは5時ぐらいまでやってますが、貯水状況や今後の対応等について協議している状況です。水道局には小河内ダムの水を、玉川水系の小河内ダムの水を有効に活用し、都民に影響が出ないように対策を取ることを指示してあります。しかし東京都は4分の3を利根川水系に依存しています。都民の皆様には日頃から節水に心がけていただいていると思いますが、貴重な資源である水を大切に使っていただきたい。具体的にはですね、普通に蛇口をひねって1分間水を流しっぱなしにすると12リットル水が流れてきます。ですからこまめにひねってまた閉めるということをやっていただきたい。さらにお風呂場、お風呂のお湯というのはだいたい180リットルあります。お風呂を使ったら例えばその半分90リットル洗濯や清掃などそういうものに使う、有効利用するというふうにお考えいただきたい。さらにシャワー、あっちでシャワーありますね。これシャワーも出しっぱなしにしてずっとやってるのではなくて、シャワーをかけて一回止めてまたこう頭シャンプーしたり体洗ったりしてまたシャワーで流すという、こまめにこれもやると。先ほど言いましたが1分間で12リットルの水が流れてきますので、こまめに止めたり閉めたりしてると半分とか3分の1とか4分の1になります。それからこれよく皆さんもうおやりになってるかもしれないが、僕はいつも注意してるんですが、歯磨きの時に水道を流しっぱなしにして歯磨いてる人いますけれども、ちゃんとうがいのコップに水を入れてそして磨いてやると、1分歯磨いたらまた12リットル出てっちゃいますからね、流しっぱなしの人は。まあそういうことでこまめにですね、具体的に節水を一人一人が取り組んでいく、水はみんなの資源ですので、取り組んでお願いいきたいと、詳しくは水道局に聞いてください。それから熱中症の予防についてでありますが、ご存知のように7月に入って猛暑日が続いております。今年は熱中症で亡くなる方が昨年同期を上回っており、23区内の熱中症による死亡者数は、この7月6日から18日までで47人、うち60歳以上の高齢者が44人となっております。熱中症の予防には水分補給、そして暑さを避けること、それが重要であります。喉が渇いていなくてもこまめに水分や塩分の補給が必要であります。室内にいても熱中症にかかる場合があります。
エアコンを適切に使って室温の調整をしてもらいたい。また外出時には直射日光を避け、涼しい服装で出かけるなど十分な熱中症対策を取るようお願いいたします。東京都としても早急に区市町村を交えた会議を開いて、高齢者への注意喚起など見守り時における具体的な対策について協議していきたいと思っております。次のテーマです。明日への道、未来への道、明日への道1000km縦断リレーの開催について、でありますが、7月25日から8月7日の水曜日まで2週間、八戸から東京までの東日本大震災の被災地をつないで、ランニングと自転車で駆け抜ける明日への道1000km縦断リレーを開催するのですが、今振り返ってみると東日本大震災から2年4ヶ月経っています。被災地では今も復興に向けて歩み続けているわけです。この縦断リレーを通して復興に取り組む被災地の姿を国内外に発信するとともに、観光地としての魅力や各地の特産品についても PR し、震災復興に役に立ちたいと思います。先般全国から参加ランナーを募集したところ、約2200人もの応募がありました。小学生のお子さんや障害のある方を含めて全14日間約700人の皆さんに走っていただくことになります。毎朝行われるスタート式には、地元にゆかりのある著名人などが駆けつけ、参加ランナーや被災地の皆さんを激励いたします。またゲストランナーとして1968年メキシコオリンピックマラソン銀メダリストの木比原健二さん、それから宇宙飛行士の野口聡一さんにもご参加いただきます。最終日の 8月7日には僕もランナーとして参加いたします。この日はちょうど2020年オリンピック・パラリンピック開催都市決定の1ヶ月前にあたります。オリンピック・パラリンピックの東京招致実現が被災地の復興を後押しすることにもなります。僕も被災地への思いを胸に、参加ランナーの皆さんたちとともにゴールに向かって走りたい、そういう気持ちを込めて走りたいと思っております。詳細はスポーツ振興局に聞いてください。コースの地図等はもう渡されてるかな。はい、以上ですね今日は。はい、はい、ここまでです。ご質問どうぞ。質問ないの？はい、はい、新宿新聞の木田です、はい。先ほどの防災の問題なんですけれども、ゲリラ豪雨がありますとですね、都心の地下街というものがですね、一つは水を防ぐための止水板を入り口のところに張り巡らしたりですね、土のうを積むということでしか防災水害対策をすることができないと言われているんですが、一つはまあこの水をですね、浸水を防ぐという方法は何かもっと強い決め手があるんではないかと思うんですが、猪瀬都知事はどうお考えになってますでしょうか。それと地下街に閉じ込められた場合のですね、脱出する場合の方法というものも早急に対策を作らなければならないんではないかと思うんですが、
そのあたりどうでしょうか。ゲリラ豪雨対策についてはすでにご存知のように、環状7号線の近くに巨大なトンネルが作られておりますね。そこで、そこが一種の水のプールになるわけですね。さらには石神井公園の方をあの近くにですね、同じような、それとは規模が違いますが、同じようなやはりトンネルを作っているところですね。でそういうことで、以前にはその神田川周辺にあふれ出た水は、あの巨大な地下トンネルの中の貯水プールに入ることになっております。実際それが、機能しておりますので、この頃割と浸水が少なくなったというふうに認識しております。それから基本的には隅田川や江戸川周辺のエリアにおいては、大震災の対策の用意を常にしておりますから、堤防の補強だけでなく水門、鉱門、そういったものが電気系統でバックアップも今作りつつありますから、電気系統で、動かなくなるようなことないように、その震災対策 として、その水対策をやっております。はい。地下街ですね、都心のどこのことを言ってるの。例えばですね、新宿で言えば地下サブナードですとか、京王モールですとかね、地下街が張り巡らされてるわけですね、都心の中には。その場合に、水が出ない、水が出ても止められるという方法が、止水板とか土のうで抑えるだけに今は方法が限られているように思うんですが、そのあたりどうでしょうかね。だから先ほど申し上げましたように、神奈川の地下等のその巨大な貯水プールがありますよね。でそういうもので、現在のところ新宿周辺で、今の土のうや止水板程度のところで、被害はそれ以上いってないはずですね、現状は。ですからやっぱり神奈川周辺にあふれるその水をほぼ今、何とかできるような形でのインフラを整えているということで、基本的には新宿周辺にあまり来てないと思いますが、現実には、はい、先ほど言いました石神井が、石神井があのあっちの石神井公園の近くも大きなトンネルを掘ってますからね、はい。75ミリ対策と言われてるんですけれども、これがこれから の異常気象の中で100ミリ対策もですね、当然必要になってきまして、思わぬ、浸水があると思うんですね。そういう場合に備えてのですね、対応策ということを考えて、おられないかということなんです。おっしゃられることよく分かってます。ゲリラ豪雨の回数量、これはこの2000年代に入ってからこの10年で、その90年代に比べてかなりその水量が多くなっていることは事実です。それに対する対策を総合的に、今やっているところです。はい。日本テレビの坂巻です。はい。オリンピックの招致の関連ですけれども、知事ローザンヌからお帰りになったときに、これから1週間かけて頭のというか記憶がはっきりしている間に、課題について整理したいというようなお話をされておりましたが、1週間過ぎましたが、課題について何か浮かび上がったものというのはありましたでしょうか。あります。でそれは言えません。変わりぐらいでもやはり僕は東京のインフラやその安心安全ということだけではなくて、もう少し広い意味で我々の
1945年以降の我々自身の平和に対する考え方、これは世界で我が国だけでしかない、そういう一貫性があると思っております。そういうことが東京や日本の世界史に貢献する役割だと認識しています。それを、そういう日本がスポーツを通じて2020年東京オリンピック・パラリンピックやるということは世界の平和に大きく貢献するということを思っております。つまりその少し弱いと言われていたそのホワイについて、まあその辺を加味したプレゼンというかアピールをしていくと、まあ、とりあえずこの1週間ローザンヌが帰ってきて深く考えていることは、やっぱり日本の平和の歴史は世界史的に類まれなことであるなというふうに思っている、そういうことをこの頃ずっと考えています。はい、時事通信の増渕です。はい、来年の4月に消費税が 5% から 8% へ引き上げられるということになっていまして、それで政府はこの秋にも経済状況を見ながら最終判断することになっています。で、実際に引き上げるかどうかというのは東京都含め地方財政に大きな影響を与えると思うんですけれども、知事は予定通り来年4月からの引き上げをすべきかどうか、そこの点についてお考えをお願いします。それは消費税については政府が決めることでありまして、東京都が特に今それについて申し上げる立場ではないということが一つと、それから地方税としての税収がその消費税増税の中でどのようにきちんと構造的に安定するかどうか、これ非常に重要な問題だと思っております。以上です。はい、霞ヶ関通信の稲村と申します。はい、先日知事ローザンの方に行かれた、はい、その時朝方マラソンじゃないですが、はいはい、朝早朝のトレーニングでレマンコのほとり走ってるの、はい、テレビ見ましたけれど、はい、いかがなご感想だったかと。それから第二、この明日への道ですけれども、この中には参加者の中には外国の人たちがおるんでしょうかという二つ。参加者を応募した人たちから参加者が選ばれておりますので、その応募された方の中に外国の方がおられるかどうかちょっと分かりませんが、そこはスポーツ振興局に聞いてください。そして、レバンコで僕はもちろん走りましたが、昨日もちゃんと走ってますしね。昨日は途中で夕立ちで大変でしたけれども、はいはい。NHK です、近所です。はい、先ほど熱中症の対策の中で、区市町村会議を開いて具体的に協議していきたいとおっしゃっていました。うん、一人暮らしの高齢者がですね、これだけ増える中で、孤独死の問題もそうなんですけれども、どうやって見守りをするかっていうのが、地域のつながりが薄い中でですね、特に都心の東京ではですね、課題になっているかと思います。熱中症対策も似たようなところがあると思うんですが、具体的な対策として知事はどういうことが必要だというふうに今感じていらっしゃいますか。うん、だから今ね、申し上げたように、そのまずね、今日指示したんですね、早急にね、区市町村を交えた会議を開くと。まずは基本的には12時間のセンサーとかね、前プロジェクトでシルバー交番とかね、そういうものをやったり、気圧付き住宅とかいろいろやってきてるわけだが、しかしこういうその猛暑というものがね、一昨年すごい猛暑だったんですけど、
まあ、一昨年ぐらいの猛暑だったら、まあ、また 3,4 年後にまた猛暑ぐらいだろうと普通思うんだが、1年明けてすぐ置いて猛暑ですから、これはねやはりその高齢者の一人暮らしの中でどういう暮らしをしているのか、例えばエアコンのない人もいるでしょう、中にはそういうのもこれからチェックしなきゃいけないんじゃないかなと。つまり高齢者の見守りっていうのをどういうふうにやるかというね、これはまあ今例えば例を挙げただけでね、見守り体制というものをちょっともう一回開い、区市町村と協議会開いて話し合った方がいいだろうということで今日問題提起しているわけですね。で今生活保護の人もクーラーは、昔生活保護の人はクーラーつけちゃいけないってことだったんですよね。今はいいんですよ。ただそういうことで、ただ狭い部屋で多分エアコンもない人がいたりするんでしょう今ね。そういう時に 見守りとしてどういうこれから対策を考えられるのか、それをきめ細かでやるにはやっぱ基礎自治体である区市町村とそういう方向を話し合っていかないとですね、各その区市町村でバラバラでやってるよりは皆さん意見出し合ってですね解決策を考えていこうじゃないかと、こういうふうに思っていますけどね。はい、先日局長級の人事が発令されました、うん、まあ、先月には都議選もありまして、本腰を入れて、まあ、都政の、運営をやっていくという環境が整ったと思うんですけれども、今東京都 その骨格的な計画としては2020の東京という長期計画があります。で、まあ、9月の五輪招致の成否次第という面あると思いますけれども、この2020の東京を、改定するとかブラッシュアップするとか何か、そこに手をつけるというお考えは今のところありますでしょうか。当然2020年の東京というものがあって、それに基づいて、施策を展開しているわけですが、しかし、まあ、少子高齢化の一層の進行ということを踏まえて、この大都市東京にふさわしい重要課題、これをさらに絞り込みながら長期ビジョンを作っていくという、そういう議論を重ねているところですね。はい、はい、日経新聞の立野です。消費増税の関連で、その消費増税が実現する場合に、地方法人特別税の見直しというのは一つポイントになってくると思いますけれども、その点について、都としてこれから国にどう働きかけていくか、どうお考えでしょうか。これはもう前から言っていることですが、前政権に対しても、そのまた前の政権に対しても、それは働きかけてきたわけですね。ですから、そのきちっと東京都の立場を主張しようとは思っていますよ、それはね。そして、そもそも、その消費税の中身の比率の問題とか、それはあまり煮詰められて議論されていませんので、きちんと どこまでが地方分なのか、ね、そこのところをやっぱりはっきりしていかないとですね、これはまあだからこれからの、まあ、新しい政権が今できて半年で、そのこれ参議院選挙はこれからあって終わって、それから具体的な工程表が、その中身のすべて工程表が出てくると思いますから、そういうところで述べるべき意見を述べていきたいと思っています。じゃあ以上、はい。